これ解けたら Google 入るぐらいビジネス可能性があります。うわそれやん。さあ、はい、意義あり、意義あり、意義あり。すみません、僕正解もらいました。お、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。今日もね、皆さんにお集まりいただいたのはわけがありますということなんですが、まあ皆さん、ビジネスマンとしてですね、一番憧れる企業はどこですか？ゴールビー。模範解答だから。いいじゃないですか。素晴らしい。いいありますゴールビーです。はい、今日はですね、皆さんに、世界で一番いけてるんじゃないかという説がある Google さんのですね、Google の入社問題を解いていただく。これ解けたら Google 入るぐらいビジネス可能性があります。そうです。これ解けたら、我々 Google に入社できるほどに匹敵する能力を兼ね備えていることが証明できます。あ、なるほど。よし。なるほど、ね。まあ、俺らやったら、半分ぐらいは。半分はね、いけるでしょ。4はね。そう、逆に全く解けなかったら、結構もういけてないビジネスマンっていうことになります。ということで、レッツトライしていきましょう。はい。100点取ります。近畿だ。全問正解持ち上げる。Google ゴールビーグッドさんです。Google さん、結果次第は僕を仲間にしてください。ガーファグ。エンドオブグーグル。グーグルの時代はもう終わりです。噛みました。もう一回やめや。エンドオブグーグル。はい、じゃあ、全部で3問やります。で、皆さんには1問あたり3分間考えていただきます。なるほど。3問中一番正解した人が勝ち。まあ、同率もあるかもしれませんが、そのルールでいきます。早速、第1問からやっていきます。しゃはい、第1問。不用品セール。あなたと隣人が同じ日に同じ場所で不用品セールをします。あなたには100ドルで売れると確信している商品があります。ところがなんと隣人も全く同じものを売ろうとしていました。しかも隣人に聞くと40ドルで売るつもりだということでした。この隣人と特に親しくするつもりがないとしてあなたはどうしますか？おぎこれ早押し？どうするかのケツの方に書いてあるんですか？はい。どうするか。これはもうビジネスの基本ですね。書けたら伏せてください。はい、隣見られないように。これ発想力が一番高いなと思う人が正解ってこと。模範解答があるんで。模範解答は、ね、一緒の解答。これ大喜利やんな。大喜利？大喜利？ちゃうっすね。はい、終了です。お願いします、皆さん。はい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 、じゃあ秋尾さんからお願いします。まず隣人の商品を40ドルで購入し、自分の商品と購入した商品をそれぞれ100ドルずつで販売する。私は40ドルで買い取って2つで180ドルで売る。僕は40ドルで買い取って全て100ドルで売る、はい、40ドルで買い取って、でこれ別にそこに対して何も書かれてなかったから、まあ売る、まあ、100ドル全然で思ってたって感じかな。自分も買い取るで全部40ドル。これたくさんある前提だと思ってたんで。これは全部40ドルで売るわ。じゃあ正解あるんですよね。あります。あります。僕一緒っすね。全部40ドルで買い取って100ドルで全部ドルで売る。はい、それ僕は分からなかったんで無回答です。なんで180なの？40ドルで仕入れられてるから、うん、原価が安いじゃないですか。うんうんうん、なので1個あたり90ドルにできるってことです。あ、元々100ドルだったのを安くして2個売れる。まあ、正解、正解。そうね。はい、もう競合がいなくなるから。はい。俺単純に。では、模範解答は、隣人の商品を40ドルで買って100ドルで売るです。おい、よし。まあ、そうだね。まあまあ、そうだね。ということは、グッサンドル書いてる。いや、でも、俺、それはでも前提では思ってたけどな、普通に買い取って、その値段で売るっていう。まあ、村岡さんもだって結局手元に少ない。うん。うん、なんか俺村のウィーンを考えたいや、Google って絶対そういうのを考えるだろうなと思って。ウィーン来とるだけだったら絶対マジか。じゃあ、あ、マルタバッツつけてください。秋尾さんと山宮さんとマンティ、よし、おめでとうございます。マジかよ、それはそうやわ。逆になんでたけし、なんか100ドルでそいつのなんか身元調べてて
売り上げもすぎる。デジタルタトゥー作って、キュートスみたいな発想しか出てこない。それ書いてほしかったな。面白いです。そういうことか。第2問。魚のいない海で魚を釣り上げるための方法を考えてください。時間3分です。これも正解がありますか？模範解答があります。はい、終了です。絶対見た方がいいかなと思った。はい、絶対これがフリップを出してください。どうぞ。はい、魚を放流し釣りを行う。はい、魚に釣り針をつけて海に投げる。魚の世界ですか？うわぁ、それやん。海に網を作ってその中に魚を離して釣る。最初ボケようかな思ったけど、そう、もう大丈夫でした。釣り竿に魚をつけて釣り上げる。はい、そういうことか。あの地上買って、その海で養殖して、制御にして、うんうんうん、そうそう、養殖ってことですか、ね、制御にして、その領域で、もうそもそも魚釣り。これは村岡さんじゃない？これ。僕、うん、俺も一緒っすよ。僕は、川と海の境に糸を垂らす。うん、川の風から来るやつ、ね。これは、田んぼのメダカを川に放流して、海に到達して死ぬまでに釣り上げる。俊介のとちょっと似てるよね。うん、ああ、確かに。似てるし、養殖やな。一個だけちょっと大喜利書いたやつだけ言っていい？ボツにしてもいいか。はい、お願いします。稚魚を放流し、良質の餌をあげて、しかも AI で大量生産した近代しか勝たん。ああ。気になるわけですね。これちょっと大喜利。これしかないな、でも。すごいわ。これは、確実に。めっちゃ正解お願いします。これ、めっちゃ非難来ると思いますね。え？模範解答です。海に魚がいないなら釣りを諦める。魚が現れたら釣りを始めればいい。なるほど。強っ。Google 強っ。でもこれ、コントロール100%は俺らやな。まあそうね。マーケットに魚がいなかったらやるなんですよね。そうです。もうまさしくそうです。海をマーケット、魚を消費者と考えたときに、消費者がいないのだから無駄な労力と時間を使う必要はない。天才だ。はい、意義あり、意義あり、意義あり。意義あり。マーケットを作ろう。そう、そう、魚を釣り針につけてやって魚釣れると思って、人って虚像を信じるっていう生き物にここまで発展してきました。だから、それに釣られて人が寄ってきて市場を形成するという可能性もあると。これなら釣れます。コントロール 100%。はい、そうですね。うん。それはもう、これもグーグルこれはもう誰も不正解でしょ。これ、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 問題受けた人も多分こういう風になってる。グーグルが相手ってことを、まあ、忘れてた。グーグルが欲しい回答出さない。まあ、確かに。マーケの会社やもんね。ただのクイズじゃねえんだな、これは。そうね。まあ、なんか、それちなみに本番のテストでは、海をマーケットと捉えたとしたらとか説明もないってことですね。そうです、そうです。それ答えるやついたら、やばいっすね。やばいっすね。そうですね。海にいないときは釣りません。その考えがあった上での回答であれば Google に行けるってことですね。正解はこれ一つですね。お、一つ系ね。はい、ちゃんと計算してください。あ、計算？計算は終わります。錠剤が入った瓶が5本あります。そのうちの1本の錠剤すべてが汚染されています。それを見分ける唯一の方法は重さで、普通はすべて1錠 10g、 汚染された瓶の錠剤はすべて1錠 9g です。はかりで一度だけ重さを測って汚染された瓶を見分けるにはどうしますか？バカむずい。個数は同じ。瓶は個数はまあ10錠としましょう。じゃあ10錠としましょう。瓶の重さも変わらない。瓶の重さも変わらない。5本の中のどれ？はりを1回だけ使えるってことですか？はかりを1回だけ使えるってことです。オッケー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 。はり何回も使えよ。マジで。残り40秒です。全部書いてないんで口で説明してもいいですか？一応大枠だけ書いててください。はい、では残り10秒です。問題を返すか。はい、では。テロップ見せてください。はい、はい。どうぞ。はい。途中までわかりました。途中までとか。途中までわかりました。まず1個の瓶から何錠かをこう移して、1個と2個乗せるんですよ。ほんでバンやったらどれかわかります。
5個全部持ちます。で、一番軽いやつを乗せて、正常なやつより軽かったら正解。いきます。勘、地獄屋さん。勘で1個、やる。はい、これめちゃめちゃクリアです。もう一気に瓶5つおもりに乗せて、1個ずつ撤去していったら、端数が 9g のやつなんで、まあメモリ見たら普通にわかるので、1個天才なら違う、それ1回じゃなくないですか？それいいんですか？で、なんで乗せるのは1回。え、それだったら何回も使ってるのに感じされるから、違う。わかんないですよ、Google の回答を待ちましょう。これ、下野さんとグッサン一緒ですよね。1個しか使ってない、それだったら。全部乗せて、1個ずつ、うん、下ろしていったときに、その9の倍数、端数になったところ。すいません、僕正解もらいましたじゃん。各瓶から1から5錠ずつ取り出して、末尾が9だったら1錠の瓶が、2錠取り出して、た瓶が 9g だったら、末尾が 8g になるはずなんで、8。で、3だったら7。なんかすごい回答が。まず、自信がすごい、うん。こいつが9で、あと10ですね。で、はい、3も10だったら、これの合計値が、末尾が 9g なんですよ。はい。で、9が2個だったら、あと全部10なんで、ここ8なんですよ。3だったら、クサン27で、末尾が7になるじゃないですか。で、4だったら6、5だったら5なんで、1回しか分かってないです、これ。うん、確かにね。ああ。確かにね。絶対これだとしかないと思う。いや、それでも、だってそうじゃん、そうやんか。皆さん。2個の瓶と3個の瓶乗せて、軽い方からランダムで選ぶ。ランダムはい、正解はマンティーです。えぐい、グーグルいける、理解できなかった。ちょ、もう一回説明しますね。これわかるわかる。あ、5本の瓶は A、B、C、D、E とあるとします。 A の瓶から1錠、 B の瓶から2錠、 C の瓶から3錠、 D の瓶から4錠、 E の瓶から5錠を出して、それを破壊に、でそれでもうあとはマンティですね。下一桁が何になるかで、どの瓶に入ってたかっていうのが分かるっていう。それがだから9か。ああ、確かに。9と10でいいんだよ。そうだ、絶対下一桁分かるみたい。そうです。Google のエンジニアなれんだよ。何で ?0 点の人、はい。はい。これはもう、はい、正解ですわ。気持ちいいわ。まあ、これ最後かな。自分は最後だ。気持ちいい負け方したわ、これ。はい、ということで、マッティ君が頭がいいことが分かりました。素晴らしい。すご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 いよ。Google 転職した方がいいんだ。Google さん、ジム完備と聞いたので、Google に行きたいです。以上です。Google ジム完備だし、素晴らしい。これもう、職人やわ。職人。いや、マッティ、めちゃくちゃ気持ちよかった。ファイブリーグならセブンリーグをやっていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ顔がすっごい怖い。待って、これでない。はい、残り5秒です。これでない。5、4、3